今はこのメンバーで戦えたことを誇りに思うことができているのでその金メダルを逃してしまったことっていうのはやっぱり悔しくそれでもこうえっと 周りのチームメイトやコーチまた日本にいる方々の言葉っていうもので少しずつ前を向くことができたなというふうに思っていますし今はこのメンバーで戦えたことを誇りに思うことができているのでそれも皆さんのおかげもあってだなっていうのを強く感じています。 金メダルではあったけれど他の国の選手たちにはできないような私たちの強みその美しいスケーティングっていうのを美しくその日本人らしいスケーティングっていうのを最後の最後まで、えっと、届けることができたのかなというふうに思っています。今回のオリンピックすごい 辛いいいオリンピックにななっっっってててしまったなっていう思いがあって日本の方々からの励ましの言葉応援の言葉などが本当に自分の心の支えになって最後、くじけずにもう1回前を向くことができたのかなと思うので本当に今回の銀メダルは悔しい思いと共に、えっともにいろんなことの大切さを改めて知ることができた銀メダルになったなと思います。